プリチルからシリコンモールドが発売されます。8種類発売されるんですけど、その中からの4種類、私中山千恵子がですね 3D のパーツを作って、それを型抜いてもらいました。私がデザインさせていただいたモールドの中から、今回は熊のモチーフを使っていきたいと思います。で、使ったのはベティジェルのクリスタルキャンディーソフトタイプというレジンを使っていきました。まずはレジンを少量へこみの中に流し込んでいきます。で、なるべく気泡の入らないように爪楊枝など先端が細いものを使ってもらって、このモールドの底ですね、底の方にキュッ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 とレジンを入れていきます。で、ある程度一番くぼんでいるところにレジンが入ったら、もう一度レジンを追加してもらって、もう少し上積みのところもしっかりと埋めていきます。はい、そしたら硬化せずにそのまま爪楊枝にレジンを取ってもらったら、ラメのケースの中に爪楊枝の先端をそのまま突っ込んでもらいます。で、そうするとラメが取れるので、それをこのシリコンモールドの今レジン入れたところにラメを入れていくような感じで混ぜていきます。なるべくラメが偏りがないようにして、しっかりと全体的に混ぜていきましょう。そうしたら一度硬化して、もう一度レジンを追加して、またラメも追加していきます。ラメを入れるのを2度に分けた理由は、この一度にいっぱいたくさん中にラメを入れすぎてしまうと、ライトに入れた時に光が内側まで通らなくなってしまうので、生焼けの状態になってしまうことがあります。なので2度ぐらいに分けて入れていきましょう。で、このモールドの外側にはみ出た部分はしっかりと内側に入れてから硬化していきます。で、また硬化していったら、この上のところに、こちらはブルー系のクリアのカラージェルですね。で、色をつけていきます。後からカラージェルを裏から塗ることによって、ラメのキラキラ感が最終的に目立つようになります。で、カラージェルもしっかり硬化してもらったら、ノンワイプトップを塗って、パーツを完成させていきましょう。そしたら次はパーツを、ネイルにつける時のやり方をご紹介していこうと思います。で、まずはこのパーツを留める用の美獣ジェルですねを、パーツの下の部分になるところに置いていきます。パーツを一度軽く置いていって、位置を決めたら上からピンセットでキュッと押さえます。そうすると余分な、下にあったジェルが端にキュッて寄るので、より位置が固定されます。で、一度硬化してから、周りをまずは、いつもの通常のトップジェルでコーティングしていきます。この時に、少し粘度高めのトップジェルを選んでもらって、このパーツと爪の境目の隙間の部分もしっかりと埋めていきましょう。ここの境目がしっかり埋まっていないと、例えば髪洗ってる時に髪が引っかかってしまったりとか、何かと生活上引っかかって痛いことがあるので、しっかりと埋めていってから一度硬化していきます。で、しっかりと硬化したら、今度はツヤ出し用のノンワイプトップを塗って、こちらも硬化していきます。こんな感じで簡単にグミみたいなクマネイルが完成になります。こちらいろんな色を試してみてくださいね。そしたら最後にもう一個ワンポイントです。全体的にノンワイプトップを塗って、周りに未硬化ジェルがない状態にしてから、もう一度今度はこのクマの上だけですねにノンワイプトップを塗っていきます。そしたらシュガーネイルなどにも使うクリアのオーロララメですね、こちらを表面につけてライトに入れて硬化していきます。で、硬化した後に表面をブラシではたいてもらって、余分なラメを落としていきます。そうするとこんな感じでシュガーがかかったシュガーグミも出来上がります。また見てね。